ちょっと荒れてきてきる、ね、このキックの時にでもな審判もなボールの出先のとこ見ちゃう時あるし今のやつだとね当たんないようにちょっと尾瀬がは「すいません」みたいな感じだけどね手元のところで近すぎるだろうみたいなねただあの状況でね蹴るキーパーもっていう話にもなるしあれを演技でうまいことやってたんならさすがだけどなお 女性だと詰められやすいはむしろ逆かなと僕は思うんですけどねその非公開の場だったらそういう悪いやつもいるだろうけど大衆観衆に見られてて女性ににに対しして厳くく言いにくいじゃん心理的に普通になんかこうどっちのチームにも言い分ある事象が連続して続いたって感じだと思うね。 あと俺だってこうさ、画面で上からバッツリ全部見えてるじゃん。これ本当にね、ピッチャーだとこのカウンターの連続の時とか、もう一気にゴール前から相手ゴール前行くみたいな時には、超後ろからだになるから、引っ掛けた瞬間の足は視覚に絶対なっちゃうみたいな時あるのよ。で、腹心がいない方のサイドだと、あの、ミスるというかそもそも見えてないみたいな。だから VAR 入ったらマジでいいさ、本当、レフリー助けるために必要だったと思うんだよね。 特に上のカテゴリーって上,上のカテゴリーにおいてはそういう予算を投じるからね今とかもさこのねあの腹心いない方のサイドだからちょっとそっち側に寄るじゃん腹心いる方のサイドはそんな寄ってかないみたいな講習であるらしいんだよ審判講習でこの腹心がいる方と違う方のこういう動線で動きましょうみたいなでもこれがさもうこの動線で動いたらしょこ,この例えば ここに、こっち側に副審いないから、ここにレフリーがいたとして、で、ここで見てます。こっからロングボールで一気にチャンスになりました。っていうので、ここに副審、ここに主審だと、ここで起きたファウルって分かんなくないだから結構ね、PK で後ろ、あの、引っ掛けられたシーンとか、ああ、後ろからだから見えてなかったな、みたいな。そういうのも考えてやってたディフェンダーいっぱいいると思うよ、昔は。なんならそれがいいディフェンスの条件だったりしてたらしね。審判でどうとかはないですね。まあ、審判がどういう、 傾向の人かみたいなのを選手が読むことが重要ですあこのタイプのファール取るとか。かレントがうまいのはあの審判取るタイプの選手の,あの人の時はポークやらないしあこの人全然取らないなみたいなガンガン俺押されてんのに取ってくれないなみたいな時はあのエリアの外だったらもうケツでドンって押してみたいなとかやってくれるから。だからそういういいねずるさみたいな がズルっていう表現の方が伝えやすら今ずるせいが今ズルって言ったけど実際は僕は賢いとかスマートって言いますねスマートじゃないと勝てないからなスマートってこう洗練されてるようなニュアンスが入ってくれば泥臭さがなくなる言葉のイメージが難しいよねズル災害の言葉が欲しいけどねクレバーさみたいなね賢くなすぎると僕泣いちゃうところあるんで選手にはそういうところ求めるところありますけどねあイエロだな 寄せは良かったけどね、相手がへそ下にボールを置いてコントロールできるときに重心を前のまんまだったからかわされたときに止まりきれなかったというかついていけなかったね、しよいや、基本、強いチームで守備守備よくないけど攻撃で全部勝ったみたいなあれ、あの、星野さんの楽天とかそのイメージだったんだけどどう,などうなんだろうね、それ見て。 基本的に攻撃すごくなったけど守備弱くなったチームって昔の巨人もそうだし、レアル・マドリードとか負けれレ,レ抜けて、イエロー抜けてみたいなさ。イエローあの時ちょっと驚いてたんだけど。基本そういうチームってないよね。ザック・ジャパンも2点取られたら3点取るみたいなんでやっぱダメだったし。攻撃褒められるチームって守備いいもんね。あの MSN 時代も MSN で N はちょっと守備したけど、MS が前残る中で、 7人でさあ、ブスケツとかピケのパスコースの切り方がえぐいから、数的不利なんだけど、危ないとこボール通されないみたいな感じだったんだよね。あと、守備とね得点差つい、得点差というか、負けてない状態だから、モチベーション保ちやすいんだよね。サイドで1対1守備、馬まボランチってライスとかですかね。出ていくの遅れることありますけど、出てった後に強いですよね。あと、カンテとかすごかったけどね。 メッシが抜くのを苦労した選手だもんでもやっぱアジリティー高い選手って1対1の守備うまいよね練習でオーバーが唯一1対1止められるのレンだもんなやっぱちっこくてちょこちょこしてる選手ってドリブルで逆突っこうとしてもついてくるみたいなのがあるんだろうねなんでレン君いいプレーしてるのにコメントで叩かれるんでしょうかねあでもそういうなんていうんですかねこう可視化しやすいまあミスに見えることっていうかねそうそう 可視化しづらいミスっていうのはやっぱ気づかりにくいじゃん。で、言うと、レンのね、マッチアップ相手がエスクゼロさんで、エスクゼロさんに吹っ飛ばされてるシーンがあるからっていう。ただ、相手はアジアチャンピオンズリーグの決勝出てる人っていう。ゴールは取ってないんだけど、でもまあそうだよね。リッピっていうね、元イタリア代表のね、ユベントスとか優勝させまくってる監督が、アジア最強のフォワードだって言った人と、社会人リーグ3部のセンターバックがマッチアップして、そう。 直接のマッチアップでは失点してないっていう。<laughs> 相当すごいですけどね、それ。<laughs> そうそう、守備のね、配置、レンがずれてるときだけだからね、失点してるの。別に他が悪いって意味じゃないよ。かなりよくやってますけどね。でもそれをまあ、吹っ飛ばされてるシーンとかで言われるから、まあ、それでね、レンは、まあいつフィジカルとか鍛えたりね、パスピード上がったりとかあるから。うん まあそういうふうに言われるんでしょうね。うん、でもその辺も嬉しいけどね。昔、シュワボで、ね、いい試合やった後が、でも誰も見てねえしな、別に俺が誰をどこに使おうが、誰も何も言わないもんな、みたいな。いいな、誰をサイドバック使えとか、誰をウィング使えって言われる監督みたいな話をしてたから。それがね、ありがたいことに今、ね、笠原君はじめスタッフが頑張ってくれて、選手も集まってくれてね、スポンサーさんも来てくれて、毎回リアリアの人です。この方もね、こ <laughs> のスポンサーさんもありがたいんだけど、ねえ。 みんなのおかげで今、あの、ワーボが世間に伝わって、それによって YouTube のチャット欄で、誰使え、どこ使えっていうに言ってくれるから、ありがてえっていうね。あ、レン今、筋トレ中。レンがね、今、膝けがしてるんでね、週末の試合使えないと、週末フィールドプレイヤー13人しかいないから、怪我人多くて。それは心配ですけどね。そうだ、今後もね、その、山坂県入ると、なんで誰々男使わないですかとか、そういうのにも、監督自ら解説しながら答えてるんで、 ぜひ来てくださいって感じですね。で、そのお金がシュアーボの強さになるから、一番素仕様性なんじゃないですか <laughs> 本当によろしくお願いします。前に言ってた J リーグの奥のチームの時より検討しました。あ、大検討っすよ。全然チャンス作れなかったもん、お前は。そうところね、大検討、だってもう、あのエスクデルさんのゴールはもう笑うしかないしな。<laughs> 今、もともと海外サッカー好きでレオさん見,見始めたけど、今じゃシュアーボの試合一番見てます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。 年中盤に起用できるセンターバックなかなかかれませんかそうっす、ね、だってユナイテッドでねリサマルサイドバックにできるセンターバック来ないでしょとかリサマル一列上げれるようなセンターバックが来ないじゃん。まあ、そういうことですね今のうち野のレベルで言うと私レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リー排出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL らのご応募お待ちしております。